呉の中土佐町立美術館にやってきました。ツツジが咲いてますね。でここの美術館、あの司馬遼太郎と、ゆかりが深くてですね、この石碑は司馬遼太郎の碑ですね。入館料は300円です。はい、見てきました。非常に画風がですね、時代によって変わって、それもかなり極端に変わってる作家さんでしたね。呉八幡宮にやってきました。現在地ここですね。でここに由緒書きがあります。天下三大祭りの一つとして知られると。狛犬で変額こんな感じですね。はい、このカツオのたたきの刺身の絵はやっぱり地元ですね。はい、参拝を終えまして、役の啓示おばあがやるそうです。はい、おじいが無理やりやれと命令しております。さあ通れるでしょうか。何も持てないからね。ジタバタしています。あ、無事にと通過できました。おばあもなんとかお腹はへっこんだようです。どうぞ。では行きます。私よりだいぶ苦戦しております。あれ、え、抜けません。どうしてなんでしょう。そもそも肩が抜けなかったという。あ、無事なんとか抜けることができました。はい、石を抜けたところに御神木が立ってます。もう消えちゃってますけどね、呉八幡宮の神木クス、厄除け石の説明があります。トロッコ軌道工事中に発見されたそうです。ここに社殿の説明文がありますね。木造銅板武器春日造り、御祭神は王子天皇神宮皇后姫大神多義月姫の神田堀姫の神一木暇の姫の神と。やっぱりあの会場安全のために住吉三神を祀ってるんよね。混んできてますね。やっぱり今日土曜日ですからね。では稲荷神社参拝します。由緒書きここにありますね。和道4年、京都伏見稲荷山に発祀。こちら
隣の若菅原道真公が祭神であると。では参拝します。それでは避難タワー、順平タワーというんですが、そちらの方に行こうと思います。避難タワーなんですが、常時開放されてて展望台として使われてます。 あそこも行ってる人がいますね。あれです。はい、誘導路上がってきました。あそこに二名島が見えてますね。では階段上がって最上階に行きます。もうこの辺りはね、津波、南海トラフ地震が起こったら津波が押し寄せるだろうということで、こんな大きな避難タワーがいくつも作られてます。はい、さっき参拝した呉八幡宮がそこですね。でこちらに海がきれいに見えます。あそこに見えてるのが、何でしたっけ、黒潮本陣ですね。宿泊施設と、温浴施設、カツオのたたき体験ができる場所です。その下の海沿いのところが道の駅中土佐ですね。で二名島、こんな感じです。海岸まで降りてきました。ここに青木雄介の石像があります。土佐の一本釣りの漫画を描いた人ですね。はい、駐車場まで戻ってきました。ここまでで34分760メートル、標高差12メートルでした。いや、今日はちょっと暑くてね、あんまり歩く気になりませんでした。はい、それでは移動します。須崎市の魚鷹にやってきました。今日はここでランチです。はい、はい、メニューこんな感じです。こんなもありますね。隠しています。高額メニュー、隠すオーバー。日替わり来ました。今日は鶏南蛮ですね。で刺身がついています。ではいただきます。あ、味噌汁ですね。ではいただきます。